あのー、と特にその今、谷口さんっていう名前がデータからとりあえず言いますけども、そのはっきり言って反日左翼みたいな人を、ですね事実上の自民党の候補として出して、まあ、あと共産、立憲がどの程度支援してるか知りませんが、出してきて、だって中身は全然自民党じゃないわけだから、本来から言えばですよ、統一地方選挙、前半戦、後半戦があると言っても、 幹事自民党のですよ幹事長の責任って、やっぱり半分は選挙をやるための仕事は自民党の幹事長ですから、そうすると、今、あの幹事長、あ後に出てきます、その奈良県知事選挙のことも含めてですね、幹事長の責任で極めて重大だと思うんですよ。ましてや、全く自民党委員でもなければ、自民党の主張もしないようなものを、大阪府知事選挙の、 実情の候補としてしまったって、でこれは当然、はっきり言いますけど、勝ちはしませんよ、どんな逆立ちしても。だとしたら、私は、えー、幹事長の責任はいずれ,いずれじゃなくて、選,選挙後、問われなければならない、それくらい重大な話だというふうに思うんですけど、本人及び本人の周りに、そんな危機感みたいなのはあるんですかね、本当に私、不思議に思ってるんですけど。 あの大阪と奈良の話は、その多分その状況が随分違うのでね、じゃあ今、はい、その非常に優秀で、その志高い幹事長がいて、大阪で何ができましたかというと、これはもう選択肢2つなんですね、はい、しっかりとした保守の候補を立てて、うん、自民党はこういう政党ですということを大阪の方にもゼロから訴えていくという、はい、もうリセットして、ちゃんとキックオフしていきましょうというやり方と、はいうん、最低限でも、 分かり合える政策的に政策協定が結べるような人と共闘する、うん、これだったら推薦出してもいいと思うんですね。はいはい、ただ、これを谷口真由美っていう人はね、うん、TBS 出身の私が言うのもなんだけど、サンデーモーニングっていうところに出て、まあ、はっきり言って、この人のコメントでなるほどと思ったことばっかり言って、うんうん、しかもリベラル、うん、それから親中。うん まあよくこういうの出すよなという、うん、ういうもうサンデーモーニングらしいよという人の中でもひどい方ですよ、はい、そ,いすその人と事実上、共闘しているというのは、はい、これはそのもうそもそも勝てないからというんだったらね。うん、うん じゃあ逆にこの人と共闘しない方が僕は自民党の、うん、あの大阪の保守の大阪にも保守系の人いますからあそうですよねちゃんとした人を出すか谷口物を組まないっていう選択肢をしない限りね、うん、もう大阪の自民は二度と浮き上がれないですよ一生懸命ね選挙運動してる人もいるんだから次おそらく衆議院選挙はそれほど遠くない将来にあるということを前提にして言えば ここでいわば不先輩になってしまうということは、衆議院選挙、あるいはその次に来る参議院選挙にまで影響がし、えー、するということですよね、これは明らかにそれ,でまあそれは鶏が先か卵が先かという部分があって、もうそもそもこの10年間、自民党は10年とは言わないけど、7、8年の間まあ、維新に負け続けてるわけですね、すべての選挙で。はい、で特に市議議とととか府議選とか選で負けちゃうと今度は 衆議院のその国政選挙の時に、特に衆議院の時に手足となって、そのそれぞれの小選挙区で働いてくれる市議がいないってことになっちゃうんですね。まあそういうことです。はい。ただ今現状を見ると、例えば市議だったら、それぞれの国、うん、少なくとも最低1人ぐらいは自民の市議がいるんですよ。だからまだ崩壊はしてないわけ。うん、ただ、あの一昨年の衆議院選挙では？ 14の小選挙区に出た自民の候補、全員落選したんですよ。だったら逆に、イデオロギーをで妥協して変なところにくっつくんじゃなくて、うん、自民党とは維新とは違って、例えば上海電力にきちんとノーと言いますという人を立てれば。 これ説得力はあるんですですです。よ、はい。そう今、じゃあ、谷口さんという人、私はまあ全部聞いてるわけじゃないけど、うん、カジノはノーだっていうけど、上海、うん、電力問題触れたって聞いたことないんですね。絶好、ねうん、のアジェンダなのに。うん、だからね、勝、ま、つ、あ、気がないで上に、戦略的にも、うん、まあ大阪市民を復興させる気がないってことですよ。 それならね、すみません、ちょっと今思いついただけで、ちょっと無責任に言えば、例えば長尾さんを、まあ、前回衆議院選で落ちた長尾さんを自民党の候補として、府知事選挙に出した方が、はるかに票は私は集まったと思いますよ。まあ、通らないかもしれないけど、もはどこ,これがで,できないのは、うん、大阪は実は公明とかものすごく強い。 発言力を持っているエリアなんですね、村上芝さんとか、東京を発祥とする、まあ、政党だけれども、はい、大阪っていうのは、根性統治と言ってもいいんですね、でうん、衆議院選挙でも出した候補、全員当選させたんですよ、与党と大逆風、維新の大躍進の中で、公明は、実は維新と組んでるんですね、そうだから公明が出た4選挙区は、維新候補出してないんですもん、うん、なるほど。 そうすると自民が自由に候補を選んだっていうときに、これ、公明が邪魔してくるわけですよ。<う>特に長尾さんみたいな人の場合は、中国に対してその国防7項の問題を初めて国会で扱った、はい、うんこれ、そういう意味で、要するに長尾さんの選挙では公明党は協力しなかっただけではなくて、青柳仁志というね立憲民あ、維新の候補に、 相当数の学会票が言ってるんです、ね。はいはい、要するに、長尾を絶対に当選させないという強い意志がおととしの選挙でもう表明されてるんですね、うんで。だからなんだっていうのは僕もそう思うんですね。はい、じゃあ、公明党組んで勝ち切れる知事選じゃないんだったら、うん、自民党は保守政党としての教授を、ね、見せるべきですよ。うんはい、インフラを守るんですと、はい、自民党はと、うん、言わなきゃ。ううん、うん とにかくその谷口さんというあのおばちゃん,ん候補を立てる意味は100%ないですよ意味、全く意味がないんですよ、あれは。意味がないわ、ね、マイナスばかりですよ、こんな人と事実上共闘してんの、はい、って言ったら、保守票も誰も誰ないってことそ、はい、そうですそうでですす自民党そのものに対して、これ、もうノーというのを突きつけられるということになるわけですから。 あんなんなだったら、全く無関係でいたほうがよかったですよね。でね例えば、市議候補の中には、ちゃんと上海問題を訴えてるね、はい、あえて名前を明日投票日だから、うん、あえて前田和彦さんという人は、はいはい、僕は街頭演説、あの大阪の,あの繁華街で街頭演説を1時間ぐらいじっくり聞いたけども、はい、もうしっかりこれもう有事になったら、皆さんの電力、これが安全だと言い切れるでしょうかと言ってたら、 はい、僕の横で聞いてたおばちゃんとかがね、うん、そらそうやねんって、独り言言ってる人がいたんですよ。うん、でね、その人に僕、話を聞いたら、維新の支持者だったんですね。おおでも、何の支持か関係ないよねと、電力は言ってる方がいたからね、僕はね、その自民党の,その再生、大阪自民の再生には、こういうまともな維新候補に。 あの命の安全を訴える、これがね、もうスタートラインだと思うんですよねなるほど。うんうん、あれ、ごめんなさい、知事は現職ま出てますけど、市長は結局どえ、どうなったの市長は北野太子さんという人がこの、まあ、野党側で出ていて、維新はまあ新しい出を出してるんですけど、はい、まあはっきり言って知事選と市長選についてはもう。 なかなか厳しいっていうかね、まあ、自民党はまともな人出してませんから、あれですけど、これ動かない、うん、ただまあ,あ、首長の部分はね、なかなか厳しいかもしれないけども、うん、私はね、はい、じゃあ、7時選挙についても、ええ、上海電力問題について訴えてる人に票を入れれば、うん、これはその誰が当選するかというのは、脇に置いたとしても。ははい、はい いや維新の新しい知事さんね、これ、これちゃんとやってよというあの声になると思いますよ、だからあの、情勢が厳しいから選挙に行かないということによって大フラの、あの大阪のインフラがその危機にさらされてるわけです、今日も、えーえー、今日も上海電力日本が大阪市の電源ネットワークに電力を流し込んでるんですよ。うん、これは安全か 安全じゃないかという議論すら避けている維新に対して、それは真剣に考えましょうよという候補は、これ今2人いますよ、これは参、まあ、政党の候補と新党、国盛りの候補がいます、この人たちが合わせてどのぐらい取るかというのは、ね、うん、インフラの問題を大阪市民、大阪府民がどう考えているかということを示す、はい、僕はいいけん制球にはなると思います。なるほど,、ねなるほどはい さあ山口さん、ちょっと一応時間の問題があるんで奈良県知事選挙の話もちょっとしたいと思うんですがえ冒頭に私に申し上げたようにというかもう山口さんの主張はもう聞いてるし他からもちょっと聞いてますけどもまあどうなのかなとつまり高市さんの地元でもあるんですがまあ不思議なことに現職の方が出て高市さんの元秘書官が出られてという。 結局2人出ることによって保守、補修票が完璧に割れたわけですね。で、割れればど両方とも通らないことは最初から分かってたわけじゃないですか、だってこんなことは。<laughs> それで、そうすると、漁夫乗り、まさに漁夫乗っという形で、維新の候補がこのままでは当選しそうだと、あまあ、縮まってきているとは言いながら、そうすると、誰がそんなことを、をつまり、補修票が割れるようなことをしたのかという責任論は、 必ずこれ選挙終わったら問われなければならないというふうに私は思うんですけど、まずこのあたりは山本さんど、どのような見解ですかまずこの奈良県知事選の経緯というのは、はい、新井翔吾さんというね、私は国土交通省時代にね彼が海上保安庁長官やってる時によく取材をした、もう飯も食ったし、酒も飲んだ人ですよ、ねはいで。この人はあの役人時代は非常に優秀な人でした。はいはい、ただいろんなスキャンダルとかがあって 事務次官になれないで、うん、二階さんに救われて参議院議員になって奈良県知事になった人なんですね。うん、まあそういう経緯がある人で,で、この人は去年の秋にもう4選して78歳ですから、うん、もう十分ですと、はい、でこの人は、ね、最初に選挙出たと奈良県知事選に出た時に、はいうん、多選批判をして出てたんです。選以上したら うん、もうあの、県政は腐っていくという非常に立派な演説をした人で、うんはい、それも、まあ、4選出たから、もう5選はもう自分は出ませんということを、実はもう秋には執行部に伝えていたんですね、はい、と自民党の執行部ですね。だから、まあ、自民党系の候補の良井さんが出ないんだったらといって、うん奈良県、自民党奈良県連は高市さんが会長だから、はい、これ、国会議員すべて集めて、はい、それでじゃあ、誰にしましょうかということを議論して。うん 開、えー、翔さんというね、総務省の、はい、キャリア官僚、東大出て、はい、ハーバード行って、まあ、副知事まで、岐阜県かなんかの副知事をやった、うん、そしてしかも奈良県生まれ、奈良県育ち、東大寺学園卒業、うん、東大法学部、なるほど。って、奈良県知事候補としてはね、これ以上のキャリア、しか、うん、行政経験もある、るこんな人いないですよ、パーフェクトな肩書。き、はいはい 写真なんかも皆さん見てると思うけど、本当に爽やかな人でね、しかもしっかり保守なんですよ。はい、だからもう、ああ、いい人が光景で見つかったなと思っていたら、はい、突然、今年の1月4日に出ないと言っていたから、はいうん、平木さんは12月に総務省に辞表を出して、はい、回路を断って出馬しているわけですね。はい、そしたら1月4日に新井吾が やっぱり出るって記者会見でしゃ言ったんですよ。はいはい、これ出す、もうで全部めちゃくちゃになっちゃった、ね。なるうん、要するに平木翔と維新、まあの子は山下誠さんっていう人なんだけど、はいはい、これ一騎打ちだったら、45対35ぐらいの数字で、もう平木さんが圧勝してるんですね。はいはい、全国の人は関西は大阪維新の方が強いんでしょっていう思ってる方多いんで、全然違うんですよ。ええうん、大阪だけ圧倒的に強くて。とととかかか奈良とか和歌山とか うん、滋賀とかは維新と言ってもね、所詮は大阪維新の会でしょという認識が強くて、うんはい、維新というのは日本維新の会、それから大阪維新の会だけど、関西ではやっぱり大阪維新の会だから、この辺の権利はそれほど強くないんですね。うんうん、だから、平木さんは平木対山下、自民対維新だったら絶対に勝てた。はいはい、間違いなく勝てた。うん、それを 新井翔吾さんの勇退、引退の意向をひっくり返したのが自民党の執行部なんですね。うん、はっきり言って二階さんと茂木さんが、いや、新井さん、やっぱり出てよと、うん、逆に説得をして出たというのが、これが真相ですよ。うん、ということは、うん、自民党の執行部は、これでおそらく山下さん、勝っちゃうと思う。さんが猛追してますけれども、うん 間に合うかどうかちょっとわからない、だから奈良県のね、有権者の方は、うん、あのよくよくこの経緯を、うんまあ、理解したうで、うん、大阪と奈良が組んで、維新の、まあ、知事が隣り合って維新政策を進めるようになったとにね、うん、じゃあ、奈良にも上海電力入ってくるかもしれないですよ。いや、それでさ、その前にちょっと聞きたいのは、 二回と茂木がその新井さんを、まあえー、に出ろと、まあ、どういう言い方は知らないけど、どうなかそういうその意向で、新井さんはまあ言ってみれば出る気もなかったのに出ます、だけど、そうで出れば、保守票は当然割れて、維新候補に負けてしまうということ、ほぼ分かってるのに、それを命じたというか、その強い意向を働かせた二人の狙いは、それは何なんですか、そうなると。 これはその、まあ、はっきりとお二人に聞いてもらわないとね、二階さんと茂木さんに聞いてもらわないといけないけれども、はい、私はね、私なりの、まあ、ある意味確信している筋立てがあるんですね。はい、それれでよくよくく言われているのは 平木さんという方が、まあ、高市総務大臣時代の秘書官だったりね、高市さんと近い人だから、うんえー、高市潰しなんだという解説をしている方が多いけれども、私は高市さんを潰すために維新の知事を誕生させるということは、うんうん、幹事長としての茂木敏充とか、うん、あるいは二階さんというのはね、もう年でいろいろなまあ傷を負っていて、 えー、主導権という意味では、世耕広重さんがその、うん、二階さんの選挙区を虎視眈々と比べる。参議院から衆議院に、というね。そういう状況の中でね、はい、自分の万節を汚すどころか、はい、政治的に非常に大きなダメージになるんですよ。だって、折、はい、れる知事選を二階のせいで、はい、維新にみすみす譲り渡したって言ったら、これ、うん、は加藤さんおっしゃる通り、とんでもない。 えー、批判を浴びるわけですねはい、はい、だとすると、単純な嫌がらせでそんなことをするほど、うん、二階さんも茂木さんも僕は浅はかではないと思うんですね、うん。私もそこが全くの疑問なんですよ、そんなことはないだろうと。だけど、現実にこのままいけば、維新候補がそのまま滑り込む可能性が現状ではまだ高いわけだから。まだ高いですね、今の最新の数字見たら、伊良、ねうん、木さんは追いつけるかどうか。 うん、分からないもうい<や>ほんと競馬でいうとダイオ4コーナー回って、うん、まだね離さな離さ離さぐらいかもしれないけどね結果はね、うん、勝ちは勝ちになるからそう,そうすると繰り返すけどもじゃあ彼ら2人の狙いは何だったのかっていうのがやっぱり どうしてももう、摩擦、まあ、に合わないというか納得、自分自身で全く納得できないわけですよ、そうなってくると。でもね、それはね、加藤さんもそう思ってくださるっていうのはね、まあ、僕と加藤さん、ずっと永田町で政治家の、まあ、本性というかな、うん、政治家の選択とか判断とか見てきただから、はい、高市潰し、高市さんに対する嫌がらせにしては、これ、実はね、平木さんが勝たなくても、高市さんは傷つかないんですよ。だって、洗いが出なきゃ勝てた、洗い出したのは。 高橋さんんじゃないんだから,そらそ高市潰しだという論理についてはその永田町的に高市さんを永田町での力を貶としめる、えー、圧縮するために新井を担いだんだという説明は僕は成り立たないと思うんですよそりゃそうでしょうね。はいうん、でこれについては、ね、僕はあの水曜日の私のインテリジェンスアイとかで ある程度の、あのー、私なりの見立てを喋ったんだけど、うん、最近はこの文化人放送局の,その YouTube のコメント欄にね、はい、非常に不愉快なことを書き込む人がいて、うん、それから私に対してもダイレクトメッセージで陰謀論だとかね、うんあのー、妄想だとか言う人がいるからも私も不愉快だから、うんあのー、私の本当の見立てというのはね、うんえー まあ、水曜日の番組を見てくださいなるべきです。それ私は私たち、きょう改めて言わないとそれは結構ですけども、これだけど政治、政治というのは陰謀論とかそんなことよりも割と分かりやすい話なわけですよ。つまり、ありえな,な,ないことはありえないわけですよ。で、今、うん、山口さんがずっとおっしゃってくれた。 高市潰しのためにこんなことをやる、それはリスクがあまりにも大きすぎる、それは二階さんも茂木さんもそうですよ、茂木はこんなことをやって、本当に両方とも自民党系の2人が落ちて、維新になれば、もう本人は総理総裁の目はなくなりますよ、こんなものは。これがそういうになってしまえば、そんなにリスクは取らないですよ、絶対に。そうなんです、うん、ということは、そう彼らは、 その打開つぶしではない理由で、荒、うん、井翔吾に出ろと、そういうことになりますよね。なります、うんで。これについては、じゃあ、奈良県知事ってどういうお仕事ですかといえば、はい、これは奈良県警とか、うん、奈良県立医科大学病院とかのトップに立つ人ですよね。うん ということは安倍さんの亡くなったことに関係してくるということになりますよね、私が言ってるのは、奈良県知事というのは、うんえー、そういう職位だということだけにしときます、うん、もう不愉快だからね、やっぱりね、あの文化人放送局、こうやって見てくださってる人も、やっぱりその私は私の意見を顔を出して言ってるんだから、はい、最低限のマナーとね。 そういうのをしてくれないと僕はもうこういうところで喋んなくなりますよ。なるほど、なるほど。ただあの、今言ったことは、まあ、ある意味で言う私の味方の一端ではあります、うんうん、うん。はい、えー、分かりました。この件はここまでにしときましょう。もう明日、投開票日ですから。でもね、奈良の方、大阪の方、本当にね、うん 今までの統一地方選あの、今までの知事選とか市議選とかじゃないですから、今回は、はいはい、大阪も奈良もそれぞれの意味において、うん、めんどくさいから行くのやめようと思ってる方もね、うん、ぜひ明日は投票行ってほしい、うん、それでその日本人の,そのまともな、ね、政治感覚っていうのを、うんあの、それぞれの一票に託してほしいと強く思います。はいはい 私は思いますよね。はい